付き合ってください。千歳ちゃんだっけ。嬉しいんだけどさ。 OK ってことですか。違う違う、女の子に告白されて嫌な男はいないって話。え、じゃあ付き合うとか考えられないんだ。もうすぐ受験でしょ。やっぱり勉強しないとさ。そうだよね。湊先輩はかっこいいし、私なんかじゃ釣り合わないよね。そういうわけじゃ。慰めは不要です。振られるのは想定済みですから。え、想定済み。はい。ところで先輩、スマホをなくしていませんか。なんでお前が知ってるんだよ。だってここにあるんだもん。ふざけんな。いいんですか、私にそんな態度取って。どういうことだ。お前調教したいなって。調教、何が望みだ。今から私の部屋に来てください。そこで命令に従ってくれたらスマホを返してあげますよ。